べっ子対決第3回戦のタイトルは下校。待ってもう残ってるのあと2つですからね。今のとこガクちゃんリードです。マジですか、はい、いやちょっと頑張ります。本当頑張ります。2対1です。ガクちゃん今もうすぐ笑ってるけど、もうすぐ笑ってるけど始まったらお願いしますよ。原さん、はい、松本さんの汗、汗かいてますよ。すごいです。笑いをこらえるってのはエネルギーいるんですね。もうああことになるんでしょう ねさあいいですか、お二人大丈夫ですか。もういいですか。はい、大丈夫です。笑ってるやん。ちょっと待って、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。はい、ちょっと、はい、顔が戻んないんですけど。大丈夫です、大丈夫です。はまだ余裕。全然大丈夫です。頑張ります。これで笑ってしまってもまだ大丈夫です。大丈夫ですからね。頑張ります。はい。いいですね。はい。気を取り直して、続いての対戦に参りましょう。さあ、にらめっこ対決第4回戦のタイトルは、サラリーマン。誰だ、俺のスーツ盗んだろ。誰だ、遅刻するわ。誰だ、お前か。わしのスーツはどこだ。こんな格好で出勤できてるわ。俺のスーツがどこにもないよ。おい、遅刻するぞこのままだったら。どう、誰が盗んだ。こんな格好で会社へ行けんだろ。だからもう時間ないぞ。おい、時間ない。誰が盗んだんだ。おい、俺の しまうとね、その前の松本さんの笑いで撮ってもいいですよ。あの笑みぐらいじゃちょっとなかなか撮れないですね。あなたね、ここつまんで我慢するのやめて。めっちゃ痛いんですよ。めっちゃ痛いんですよ。もう指食い込んでるんですよ。もう嫌なぁ。ここつまむのなしです。さあ、原さん。はい。いよいよ次は最後の対戦ということなんですが。そうですね。ここまでのちょっと得点を振り返ってみたいと思うんですけども。はい、松本さん、10ポイント、はいはい、ガクトさん20ポイント、はい、ということで負けてますね。最終問題は、逆転もありということで、はい、勝った人に20ポイント。あ、いいですね、はい、これはいいですよ。いいです。ただ言うときますけど、ガクちゃん、さっきぐらいの笑みになったらもう僕取りますからね、次は。いいですね。逆切れても取れるよね。さあ、もう笑った方がもう負けです、うん、次はもうポイント的にもね、はい、じゃあ行きましょう。はい、それでは最終対戦に参りましょう。にらめっこ対決第5回戦のタイトルはクレオパトラ。
芸能人のクレオパトラでついに最終決着。そして衝撃の罰ゲームが。焦げ付きにくい、片付けやすい。煮込んでも炒めても テフロンにしませんか？デュポンテフロンキャンペーン実施中。でも子供版せーの、全く新しいタイプの子供番組が誕生します。番組のテーマはおいおい、この音なんだ？いっぱい考えて、いっぱい想像してね。猫子供クラブ BS 富士で放送中。さあ、マグネーションのために出発。みんな見て。いやナンシー、どうしました？浮かない顔して。ボビー、最近刺激がなくって。よし、じゃあ僕がとっておきのもの教えちゃおうかな。何？いやいや、7年目に突入フジテレビクラブ。それって楽しいこといっぱい、超ハッピーなファンクラブなかった？そうだよナンシー、まずテレビ局の裏側や番組情報満載で付録までついた年4回の開放誌。わお。それから人気番組の観覧とかドラマや映画のエキストラ支援だってできちゃうんだぜベイベー。グレート、大好きな人に会えるかも。さらにさらに、社屋内 VIP ツアーや会員限定イベントなどなど特典盛りだくさんで、年会費はわずか1890円なんだぜ、各個消費税込み。もうワクワクしすぎて目が飛び出しちゃう。ねえボビー、どうすれば入れるの？今すぐパソコンや携帯でフジテレビのホームページにアクセスするか、お台場のインフォメーションでも入会できるし、ローソンのロッピーでも手続き可能さ。どうだよナンシー？ファンタスティック、私絶対入っちゃう。みんなもフジテレビクラブで素敵なテレビライフを満喫しようぜ。それでは最終対戦に参りましょう。にらめっこ対決第5回戦のタイトルはクレオパトラ。はい、そしてガクトさんが40ポイントということで、はい、見事ガクトさんの勝ちでございます。